けなあ。あ、了解だ。ありがとうございます。ピザ？ピザじゃない、ファンの人からもらった。あよ、あれじゃん、昔から食ってる人の。そうだよ、昔さ、なんかファンの人もう高校に行ってない、その服のブランド。だから高校生の時から、なんかコモデギャルさんに着てたらさ、なんかコモデギャルさん好きなのみたいになって、いやもらったからなんだけどなと思いながら、はい、くれうちに5、6枚。やばいよね。それコムデギャルソンのなんだ。そう、コムデギャルソン。マジで寝起きすぎてここ痛い。ちなみに私も50分前くらいまで寝てた。え、そうなの？うん、ごめん、1時間前くらいかも。もうん、そうなの？え、じゃあさ、私がさ、寝ていいってさ、聞いてさ、うん、いいよってさ、言った後に寝てたってこと？寝たよ。なんでさ、寝起きなのになんか目の前になんか梨かリンゴか桃があるの？カピ？寝る前だってことはカピカピの果物食べてんの？何？さっき冷蔵庫から出した。なるほど、なし。やめて、スイーツ部アピールしてくるの。私だって今日お昼ご飯つけ麺食べたし。ラーメン部マウント。うん、ラーメン部のスイーツ部の。なんでさ、プリン食べた。うん、ないよ。この部長側としてはさ、何、こう平和でいたいねっていうテンションな。ファンの人が、あのスタッフさんとかバチバチにさせようとしてくるんだろうね。ね、なんでなんだよ。やっぱ競った方がおもろいからかな。でも別に競いたくもないんだよな。なんかのらりくらり、おいしいねっていうものをたくさん見つけたいだけなんだけど。プロレスさせたいんかな。プロレス？どっちがヒール？嫌なんだけど。完全そっちでしょ。なんでさってんの？あ、でも言うてピュアな部員が多いけど。まあ確かに。アイニャとかリカタンとかいるじゃん。ねえ、やめてあげなよ。だってさ、どう考えてもさ、ナナミのあの似顔絵はさ、完全そちらが。え、だから、あそこだけだよね。やっぱ人間得意不得意ってものが。あるから。でもあれ、すごいテニーのスタッフさんは、あの画角を、画力を評価してて。いや、すごいよ。すごいね。なんかさ、あれ、番組が終わったらさ、じゃ番組がさ、番組でロケに行くじゃん。で、お店の方にありがとうございました、お邪魔しましたって言ってさ、ポスターとさ、副部長が書いた気持ち悪いステッカーとさ、名刺をさ、めちゃくちゃ渡すわけ。もうなんか、もうマジで嫌なわけよ、そのステッカー渡すの。部長嫌がってるじゃん。毎回ファンかわからんじゃん。ファンの人だったらなんかわかってるとかじゃないけど、うんうん、完全ファンじゃない店員さんが多い中で、なんか、すいません、ちょっと気色の悪いステッカーなんですけど、よかったら待ってください。毎回言うの、これ。でも、優しくもらってくれてる？優しくみんなもらってくれてるね、どの店員さん。優しいな。うん。でも、まあ、一周回って愛おしいではあるけどね。いや、まあまあね。いっぱい見てきたからね。うん。なんだけどね。なったらわかるよ。もう、気象いいって言っちゃった。絵になっちゃったらね。すごい、面白い、面白い絵になっちゃったらね。
もう返せないよ、もう帰れないよ今の。アウト。アウトだよ今の。ほんまアウト。でもスイーツ部も決まったんでしょ？うん。配信番組が決まりました。うんうん。あとでもあのなんかステッカーじゃないけど、あのメンバーがキャラクター化されます。え、すごっ。それはナナミみたいな絵の提出ではなくて、うん、ちゃんと作ってもらいます。え、お金かけて？こっちは0円で作った。お金かけてというか、あのキューマハートさんっていう方がいらっしゃって、あの、うん、ちかなちゃんの絵をね、あの三代田町のポスターのちかなちゃんをなんかキャラクター化したデザインがあって、そういう感じに仕上げてくれるらしいです。楽しみ。なんかさ、マジで金かかってるよな。マジで金かかってる。うちマジ金かかってない。うん、確かに。すごいありがたい環境下でね、やらせてもらってるのはありますよ。本当に感謝します。本当野生児みたいな感じで、うん、なんか、ラーメン部は、なんか案件の連絡とかも、うん、さあ、もうサプライズばかりなわけよ。あー、確かにサプライズ多いよね。でもスイーツ部はもうそういうなんかもうなんかこう椅子から落ちてドヒャーみたいなリアクションよりも事前から知っていて頑張りますみたいなテンションじゃん。何このなんか、はい、そうなんですよね。あのそれに関して言えばやっぱ部長と しまして、うん、部長の私からあのなんでしょう、スタッフさんにそう言いました。事前に知ってなんか皆さんにしっかりあのお伝えしたいです。もうなんか違うよねカラーが。だってねえねえとかちょっとやっぱ髪縛ろう。はい、対照的もさいいんだけどさ、別に。確かに。でもなんかスイーツ部の番組かん無理配信番組を作るスタッフさんはすごい日向祭りでもお世話になっている 方なんですけど、あのカウントダウンの、あうん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 、あとでもなんか映像とかはあのあれ日向祭りのさなんか告知用のさあなんか動画とか作ってくれてる人、爽やか動画、そうそうそうあの方が結構あのプロデューサーとしてなんかやってくださるそうなんだけど、うん、すごいラーメン部の、ね、こともね言ってくれてて、一緒に頑張りたいねって言ってくれてたよ。橋渡るってことなんかすごいラーメン部のスタッフさんとも関係値は悪くないから、あじゃあ橋渡っちゃうってことなんか一緒になんか新潟を盛り上げていけるような番組できたらいいよねって言ってましたよ。あら、じゃちょっと お邪魔させていただいて橋渡れるのかな。橋渡って、あの伝わるか分かんないけど、うん、あれ何橋、あれは八千代橋かな、うん、歌ってきてなんかあんまでもラーメン部のスタッフさんと会ってないからわかんないけど、あーそっか、うん、ロケ行ってないから最近、うん、聞いとくわ。スイーツ部できたみたいでーって言ったスイーツ部でできたみたいでーって、はい、でなんかでなんか呼んでね、だから呼んでください、呼んでください。でもまだどうなるかわかんないんですけどね、ちょっと、うん、頑張りまーす。え、え楽しみって
楽しみって、ありがとうございます。はい、まだでしょ、だっていつからなの、うん、11月をめどに始めます。だからまだ1ヶ月以上あるんですけど、あれ NST 祭り明日、明後日か、違う、26。え、ロッチさん来るよね会いたいんだけど、え、リアクションすんのやめなよ、何それ。なんかなんかそれこそ昨日打ち合わせでなんかロッチさんに会いたいんですよねって話してたんだよね。ロッチさん来ると思って、なんか普通にご飯食べてたら CM でロッチさん出てて、あと誰いたかな、あの記憶しかないんだけど、いろんな芸人さんがね、今、携帯で配信しちゃってるから、調べらんないよ。そう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 。いや、会いたいって。え、会いたい。会いたいよね。いいなぁ。懐かしい、ガタフレ。わかる。でも NST だからさ、曲違うけどね。そうでした。じゃあダメだね。うん、ダメだねってことはないけど。でも確かに今回 NST 祭りね、後輩ばっかりだからね。ねえ、ちょ、出たかったわ。ねえ、出たかった。私も NST 祭りこそさ、いろんな思い出あるもんね。え、そうだよ。最初のライブも NST 祭りだったし、で、あゆなんか5人のあゆと大滝とみたいな、すぐだっかな、なんか誰かと5人で やったんだよ、出たんだよね。あー、お披露目からのやつの後の NST とかね。うんうん、確かに。なんかの番組に出たときに、うん、お寿司の食レポみたいなのをしてね、お、人につきそうだったみたいな。はいはい、はい。醤油が。で、危なーってなったんだけどさ、うん、それから6年経ったさ、この前、総踊りでさ、総踊りのさ、衣装白かったじゃん。うん、白かった。いたよね、あの時。なんか帰ってきてたらこぼしてたよね。なんか帰ってきてたらさ、すごいさ、なんか、私ヘトヘトになって帰ってきて、ご飯もうみんな取って、なんか、ドリアかスパゲッティしかないと思って、ヘタってなってたら、あゆが、こぼしたって言ってて。それでなんかマリちゃんとかがなんか、あ、ちょっと待ってて、ちょっと待っててって言ってた。みはるが、うん、と2人がなんかこう動いてくれて、なんかりかたんになんかメンバーにそのウェットティッシュでこうやってつまめって言われて、なんか言われて、はい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 、でこうやってピッてやったらなんかあゆが違う動きしちゃったみたいで、なんかもっとじわって広がっちゃったんですよね、こう。あーってなって。ちょっと待てってなって。誰か、なんか中に旅に行って、なんか青い液体と水を持ってきてくれ。あ、洗剤じゃない？洗剤で落ちるんだよね、あれって。じゃあ洗剤かも。うん。で、何食べてたかっていうと、何食べてたの？チャーシューおにぎりを食べてたんだよね。チャーシューおにぎり？いや、卵かけご飯風おにぎり。全然違うんですよ。電波が。だから、もう、もろ黄身だったんだよね、黄身。卵の。卵の。白身じゃん。白い衣装だし。なんでさ、来た初日に汚すの？ねえ。いや、でも、卵かけご飯風おにぎり買ってくるスタッフさん。な、確かに。え、そうだよ。それこそさ、余ってたやつがさ、なんかトマトスパゲッティでさ、なんか私、ドリアはなんか前、握手会の前に食べた時に全部食べきれないような味で、個人的に。うん。別にまずいとかじゃなくて。だから、なんか食べれるとしたらトマトスパゲッティだったけど、この衣装でトマトスパゲッティ？と思って。そう。食べなかった。結局。いやー。
まさかをこぼすとはね思ってなかったんですけど。でも卵かけご飯風おにぎりが、あゆがもう戻っ、あゆも戻った時にもう卵かけご飯風おにぎりしかなかったわけ。うん。それよりもなかったんでしょ。そうだよ、もう2個しかなかった。とわさびでしょ、わさびの、わさび飯。あー、うん、とかとか。え、わさび食べれないから。うん。ラーメンは割と綺麗に食べれるのに。確かに、いつも言うよね、ああいうて。なんでラーメンは食べれて他の食べ物皆無なんだろうって。皆無とは言ってないだろう、別に。でも、何かしらこぼしてんじゃん。いや、ほんとこぼしちゃう。なんか、ここら辺のピーって飛んでんだよね。ね、こ、なんか、うん。こないだタコライスをこのワンピースにかけちゃった。ね、そのワンピースさ、結構食べ物で汚しすぎてない？いやでも綺麗だよ。なんかそのたびにさ、クリーニング出してるイメージある。わかる、ね、3回くらい出してるだよね。のイメージ強いな。お金持ってるこのワンピース一緒クリーニングしてる。でも可愛いからさ、こういうの。確かに可愛い、一生着た方がいいよ。ただ適当な彼氏。一生着ていった方がいいよ。ね、悲しい。なんでひなたん汚さないの服。めっちゃ汚す。汚すから、あの妹に全部お下がりするんだけど、私の洋服は、うん、あのすごい妹に嫌がれる。姉ちゃんの服ってマジでいつも全部汚いから嫌だ。かわいそう。あゆ言われないよ、そんなの、姉ちゃんに。あ、そうだ、あゆは逆にお姉ちゃんにお上がりしてるんだもんね。そう、お姉ちゃんにお上がりしてる。あの、姉ちゃんは金ないから。じゃあ、ゆ太郎さんはお金あるってことですか？あ、あるわ。もうキツキツで、いつもおしゃべり会、おしゃべり会って言って、新しい服ばっかり。新しい服ばっかり。ない。ないんですか？先輩。なんなのあんた。あんたの方がいつも服買ってんじゃないの。まだ秋服一個も買ってないからね、ちなみに。秋は服買ったよ。え、買ってない。え、でもさ、明日おしゃべり会じゃないんですか？そうなんだよね。ですよね。はい。私は明後日のおしゃべり会の服をゲットしました。だから、バレないように、なんか、着てたな、別にさ、でもさ、よくない？去年着てた服はおしゃべり会で着たって。うん。去年ね、普通にね、私服で着てたね、服をね、おしゃべり会で着たりとかしてたよ。私。まあでも、はい、だからみたいなとこはあるんだけど、うんうんうん、でもこの時期っていつ買ったらいいの分かんないじゃん。確かに、なんか急に暑くなったり寒くなったりするしね。だからなんか衣替えもしんどいし、まあ、したんだけどさ。え、したの？早くない？え、昨日 めっちゃ断捨離したん。断捨離と衣替え。そんな話聞いてないけど。え、しごめん。その話聞いてないけど、あ、だからあのなおさんの何？なおさんとスプラトゥーンした。よかったね。は？もっと喜べ。もっと喜んで。よかったね。ありがとうございます。え、そうだから衣替えとか部屋の掃除とかもしてたから、うん、あのそう、布団カバーのラインした。布団カバーのさ、あのつける、なんかつないでおくところが壊れたってあゆが言ってて、そう、どうしたらいいって、塗ったらいいよって。塗ったの？うん。えらいねー。配信して塗ったん？塗れたの？塗れたよ。よかったじゃん。マジで物縫って直しな。え、縫ったんだよ。
や死んでも縫わないと思ったもん。わかる。でもさ、カバーかわいいじゃん。何？カバーかわいい。うん、かわいい。だからもうなんか、なんか300円とかじゃないじゃん。うん、300円ではないね。だから、しかも買い直すのも嫌だし。うん。だから縫った。この前結局やめたしね、買うのね。うん。なんか買おうとしたっけ、あゆ。多分買おうとしてた。なんか買おうとしてたっていうか、見てた。フランフランで？そう。ああ。そう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 。頑張ったんだよね。なんか、偉い。マジで偉い。それはもっと褒められるべき。でもなんか、あれ、玉止めできなくてさ。基本中の木やんけ。なんで別にいいじゃん。んで終わったって。基本の木がなくたって。だってできてんだから終わってるってこと。うん、よかったよかった。だから、やろうとしたことに意味あるしね。プチって切って、こう自分で結んだん。ああ、なるほどね。自分で結んだんだけど、こう玉結びじゃなくて、うん、こうだから、怖いなと思って、もう一回そっか玉結びしようと思ったん。うん、でもできなかったから紙のテープで貼っといた。何？紙のテープで貼っといた。まあ止まってたらよしですよ。しかも中だしね。そうそう。でもだから本だから見つけたらアロンアルファで貼っとくわ。紙は洗うから結局だって。まあ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 いいけど、あゆがそれでいいならいいけど、うん、そうか、おめでとう、ありがとう。縫おうとした心意気に私は結構感動しました。縫ったってば。縫ったのか。縫ったのすごい。ほんと玉止め、玉止めはできてないです。玉止めできないんですよね。どうやってやればいいんですか、あれは。なんかさ、頑張れるピーってするよね、針。そうだよ。これが、まあ、針だとして、うん、なんかこう縫ってきたところにこう布にね、布にこう押さえて、でここに糸をぐるぐる巻きつけて、でその巻きつけたところを手で持って、でこの針をピーって抜くの。そしたら何になるの？そしたら結べるの。で、そこチャキンってやったら玉止めできるよ。じゃあ今度もう一回教えて。なんで今覚えないんだよ。覚えないもんだって、そんなの。ねえ。でも私、裁縫だけは得意だから。なんで？中学の時、ダンス部だったんだけど、ダンス部の、うん、なんか衣装のスカートとか自分で縫ってた、うん、作ってた。すごっ。で、前もあのなんかホームセンターで布買ってきてブックカバー作ったよ。その手法で、私の手法で。いいね。あ、いいねって。いいね。ほら、だからね、その手法でもできるってことを私は全世界に広めていきたい。やめな。リラックマのブックカバー作ったの。で、今年ひなたんと一緒にこれ買ったじゃん。うん。これ何月で終わったかってさ、それさ、昨日さ電話で言ってたやつでしょ。そう、で注文したこれ、来年用の。来年用のやつを何？注文した。注文した？もう今年と同じ未来が見えるぜ。2月末で終わってる、ちなみに。あ、3月2日。あ、でもそこくらいに買ったか。いや、買ったのはそうだね。2月とか、ね。2月。確かに2月、あやとめちゃくちゃいたか。いた？ひなたのこと書いてあるよ。
ひなたと生写真の写真を撮りに行った。二人とも全然起きなかったけど楽しかった。気になってたキーボードとマウスを買ってしまった。お金さようならって書いてある。そっか、その時、行ったね。でさ、2月のさ、なんかこういうの、これって、うん、なんかこう、なんか目標をかけるんですよね。一週間。そうなんだよ。そう、いい手帳なんだよ。で、一週間ごとの目標に、うん。なんて書いてるかって、無駄遣いしないって書いてあるの、その週の目標。おぉ。でも、結果無駄遣いではなかったんじゃない？確かにね。うん、これは、使うもんだから。うん。え、これ使ってないのもう。去年。でも今年はその種類じゃない。私はこっち。今年は。あ、なんだっけ、それ。これは、ドリームズスケジュールって書いてある。でもなんか似たような感じ。あ、それが迷ったんだよね、あゆ。あ、そうなの？来年度のやつ。あ、そうなんだ。うん。なんかちょっといっぱい書いてあるからあれだけど。あ、来月のところは書いてない。なんか、その目標とか書ける場所がある。なるほどね。なんか似てる感じは似てるんだよね、これ。そう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 、似てる感じは似てる。これは、私のやつは、うん、何月かによって、なんか5月だったらなんか甘えるみたいなのがテーマみたいなのがね、あって。ありますよ、こちらも。なんか甘えたい、甘えられたいみたいな、これ記入するとこがあるんですよね。甘えられたい人は誰みたいな。はい、でさ、今は全然そんなことないから言える話なんだけど、うん、2月ね、2月、うん、2月が甘えるなんだ。いや違う、2月は書いてる？止まった。え、止まったんだけど、動いてる？動いた、動いた。2月のテーマは、あの、寄り添うだった。はいはいはい。で、2月まだ書いてるやつだから、うん、で、2月は、あの、今はほんとそんなことないから話せる話なんだけど、うん、2月のなんか質問に、身近にいるのに理解しがたい人はいるって。なんて書いてたと思う？なんて書いてた？今はマジでそんなことないって本当に堂々と胸張って言えるから言えるんですけど、うん、なんとこの時マネージャーさんって書いてある。誰で、私しかも誰かわからない、思い出せないくらい、もうなんか私そんななんかこう理解しがたい人が今いないわけだからわかんない。そっか、あの方か。え、わかった？え、わかった？私わかんないんだけど。え、だって2月の時点でマネージャーさんでしょ。うん、分かんない。だから覚えてないくらい誰か分かんないし、そんななんか理解しがたいって人がいないわけよ。まあ確かにね、うん、っていうね、うん、話、おもろいことが話から、やっぱこれ思い、やっぱ、なんていうの、振り返ったら面白いなって。いや、そうなんだよ、振り返ったら面白い。だからやっぱりこういうのはやるべきだなって思ったんですよね。いいですよね、手帳ね。うん。なんか書いてないとかじゃなくて、書いてあるところがおもろい。そうそうそう。へ、うん、言えるのないの？ね、なんだろうな。でもなんか全部仕事のこと書いてあるかも。2月でしょ、うん、なんか私さ、なんか今年の目標の一つに SNS のフォロワーを増やすがあったから、なんか
ずっとなんか LINE、Twitter、Instagram のさフォロワーのさ数をさなんか1ヶ月ごとにどのくらい増えたか書いて記録してる。すごえらい。お、えら。でも2月は今月の絶対に負けられない自分との約束、肌荒れを直す。負けられないんだそれ。そう、負けられない自分との約束、うん、肌荒れを直すって書いてあって、で今月自分との約束が守れたら自分にすること、アイスを食べる。ダメじゃん。なんかその次のページにその1ヶ月自分との約束に全力でチャレンジした結果みたいな振り返るスペースもあって、そこに洗顔のやり方を変えて皮膚科行ったら肌の質が上がった書いてありますよ。アイス食べた？うん、多分アイス食べたね、これは。よかったね。うん、あと映画14本見てる。やば。そのうち映画館で8本。やば。怖っ。そんな見たこと。でも2月はマジでなんか週に1回中村あゆかみたいな感じだよ。嘘、はい、週に1回中村あゆか。うん、週に1回以上中村あゆかって感じだよ。確かに2月1日ひなたとご飯。うん、あゆとご飯、ひなたとお出かけ、ひなたきとか、ひなたき、うん、あゆたきランチって書いてある。あと、あゆとラーメン中村家って書いてある日あるよ。いつそれ？わかんない。ないわ。かな。私のさ、うん、私の、別にひなたは別に居候なわけじゃないじゃん。わかる。居候ではないよ。よく行くけどね。よく来てくれるけど、なんか、でもなんか卒業していったメンバーにさはもうあれは居候だったじゃん。うん、あれは確実に居候だった。あれとあのその元居候と昨日は3人で電話したんだよね。うん、3人で電話してた。おもろかったよね。うん、なんかあ、ひなたも行ってるんだみたいな。わかる、なんか同類みたいな言い方されたよね。あー、行ってるみたいな。いい後だよねみたいなさ、テンションでしょ。あ、そっか、ひなたも行ってるんだ、うん、もって何みたいな。あ、君もみたいな。あ、一緒のテンションでね、話してきてね、だいぶひどかったよね。本当にひどかったよね、マジで一生変わんない。なんかさ、あゆがさ、あの後普通に抜けてね、なんかずっと2人で話してたんだけど、なんかすごいルームツアーした2人で。何してんの。なんかメンバーってさ、ほんと仲良くてアホだよね、やってる。はい、それでは私のお家を紹介します。意味わかんないんだよね。それでなんか向こうの部屋とかもすごい、なんか本日の購入品を紹介したいと思います。すごい逐一説明されて。多分よくやるよね。うちらもだってさ、この服いると思いますか？いりません。はーいとか言って断捨離。わかる。断捨離電話。断捨離電話もしてるね。あ、する。見て、汚ねえ部屋とか言って。それは私なんだけど。それは部屋じゃないけど、ダサい状況に散らかってる時にを移したりなどするよね。する。待って、6年も一緒にいんだよ。うん、やばくない？うん、7年目。やば。やばいんだよね。やばいよ。そんなに一緒にいることないよ。あそんなに一緒にいることないよ。ないよね。うん。でも、もう中学生でしょ？うん。まあ、小学校1年生、小学校入学からみたいな風に数えたら、
中学1年生、うん、今やっぱ年齢の4分の1だって、約くしゃみ何やばっていう、年齢の4分の1ってことは人生の4分の1一緒にいるってこと。そうだよ。やばー。仲良し。なんで？なんで終わんの？別に。別に。はい、これスクショ用。スクショでした。スクショでした。めったにしないスクショタイムでしたね。わかる。え、お腹すいた。夜ご飯食べよう。夜ご飯にする？じゃあ、うん、ということでね。ということでね、なんかいい感じに喋ったら目も覚めたし、ご飯にするわ。あった。それこそさ、元居候さ、よくこうしてるんだよ。やばシンプルにこうしちゃうんだって。わかる。ないよ、アイドルでもしないよ、こんなの。うん、アイドルでも日常生活でさ、 TikTok でしか見たことないよ、こんなの。わかる。なんかタン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 って感じで。TikTok かな。じゃあ、はい、見てくださった皆さんも苦労してください。 NJT で苦労してください。 TikTok フォローしてください。ね、やばい、電波の問題です、すみません。悪いよね、みんなには聞こえてるんだけど。というわけでアブペロ配信でした。ありがとうございました。バイバーイ。またねー。ひなたか、あれはしようかな、ランキングだけ思うかな。13位トモモンさん、12位ポポロさん、11位エンタロウさん、10位トリトンさん、9位ハムちゃん、8位部長さん、7位ゆかこさん、6位中村んでじ、スーダーバシャカゼさん、5位ケロちゃん、4位エイちゃん、3位 JT さん、283、1位シュウミズさんでした。ありがとうございました。バイバーイ。